ドラドは、カラシン木から、シンカサルミヌス属に分類される魚類の一種。講義には、サルミヌス属の様々な淡水魚を意味することもある。また、シーラなど、シーラ属の海水魚や、ナマズメピメロデスカの一種の淡水魚ジャウを意味することもある。しかし、日本では、このような使い方は、一般的ではない。外見や俗名から、サケの仲間という誤解があるが、サケに近縁ではなく、 海遊もしない。南米のアマゾン川水系やラプラタ川水系などに住む。大型魚で大きいものでは1メートルに達する。なお、カラシン化の小型魚はテトラであり、ドラドも幼魚ではテトラに似る。頭部が大きく、歯が鋭く、顎の力が強い。その名の通り金色だが、程度には各種ある。鮮やかな金色になるには、 強い太陽光が必要で、飼育下では金色が薄れやすい。肉食で小型魚のほか、わず、鳥など様々な動物を食べる。引きが強く釣りの対象に好まれる。黄金に輝く見た目から観賞魚としても流通している。1メートルを超える上遊泳性が強いため飼育の際には2メートルクラスの大型水槽が望ましい。 水槽サイズと飼育環境が整っていれば、飼育自体は難しくはない。温和な魚ではないが相性とサイズが合えば混影は可能である。しかし、性格が非常に凶暴であるため飼育環境が悪かったり、サイズや相性が合わなかったりすると同居業を盛んに攻撃し、最悪の場合、殺したり、再起不能にまで追い込んだりするため、混影はお勧めできない。ありがとうございます。